激辛対決したらダメですか？すいません、ちょっと、はい、お腹とか今空いてないですか？空いてます。あ、マジですか？今ちょっと激辛勝負で僕に勝ったら1万円という企画でちょっと YouTube 撮らさせていただいてるんですけど、はい、どうですかね、今お腹辛いのとか好きですか？あ、辛いのは好きです。マジですか？激辛とかはちょっと厳しいかもしれないですけど。え、あ、わかんないです、はい、ちょっと今大丈夫ですか、時間とか？はい、終電で帰れれば。マジですか？じゃあ、ありがとうございます。YouTube とか顔つくの大丈夫ですか？あ、全然まだです。じゃあ、一応ルール説明からすると、まあ、今からそのお店に行って、まあ、辛い料理を注文して、それを、まあ、僕より早く食べたら1万円差し上げるとこういう企画なんですけど、で、まあ、仮にどちらも食べられなかったら、まあ、ドローということで、はい、今からじゃあ行きますね、はい、じゃあ。ありがとうございます。すいません。今日はなんで歌舞伎町にいらっしゃったんですか？携帯なくしまして。あ、歌舞伎町に。すぐそこのサウナ。はいはいはい。はい。寝てたら、携帯取られちゃって、警察行って、ちょうどさっきちょっと交番行ってたんですよ。ちょっと散々な一日でしたね。ちなみに、お名前は？しゅうやです。しゅうやさん。ご年齢はおいくつになる？ 22 年になりました。大学っすね。あ、はい。大学、4年生なんですか？ 4 年ですね。あ、どこの大学に行かれてるんですか？八王子の方に。卒業後は何かある？就職で、A コンサルで志望出して。ええー。一応もう就職先も終わってるんで。あ、もう お決まりで。わ、すごい優秀ですね。ご出身はどちらになるんですか？出身長野県の軽井沢。あのスキーとか。あ、そうです。この前行きましたよ、僕も。あ、そうなんですか。しゅうやさん、結構やっぱ、綺麗な顔立ちですから、やっぱ彼女も何人ぐらいいらっしゃるんですか？何人いないですね、今。あ、今いらっしゃらないですか？はい。なんか部活とかやられてたんですか？ずっとサッカーやってて、大学はやってないんですけど、高校まで。でも辛い料理は好きなんですよね。辛い料理好きです。じゃあ、ちなみに今まで食べた、一番辛い料理って何ですか？例えば、激辛ペヤングとか、有名じゃないですか？そこ結構きついっすよ。あ、食べたことがありますか？はい、あります。結構辛いっすね。あれがじゃあ一番ぐらいな感じですか？あれが一番です。激辛対決になりますけども、意気込みを。そうですね。勝てたら勝ちたいですね。1万円かかってますからね。そうですね。ちょっと頑張ってください。頑張ります。はい。小次郎。はい。ちょっとさっきの店舗がやってなかったんで、ここの、ラーメン餃子定食、小次郎さんに、はい、行きます。まあ、このお店で一番辛い料理をちょっと注文して、はい、行こうかなと思います。このお店で一番辛いメニューって何ですか？辛いね。うま辛タンメンね。うま辛タンメン、うん、あ、これですか？はいはい。これって激辛にできたりとかします？できるけど、はい、どの程度の激辛かよくわかんない。5倍とか10倍とか。そうですね。じゃあこのお店のなんかまあちょっと激辛みたいな。辛めで。辛めで。それ2つお願いします。単品で。単品で。はい。はい、ということで、はい、こちら来ました。うま辛タンメン、辛さマジでございます。しゅうやさん、辛そうですね、はい、めっちゃ辛そうですけど、でもお腹空いてます、ね、はい、お腹空いてます、はい、一応再度、ルール説明させていただきますけれども、はい、この一応スープまで飲んで完食になりますので、はい、それを僕より早く食べたら1万円差し上げるという企画なんで、はい、ぜひ頑張っていただければと思います、はい、頑張ります、はい、終電もあるんでね、早く食べないと、はい、行きましょう。3、2、1、いただきます。いただきます。めっちゃ辛そう。よし。あ、辛いっすね。辛いっすね。うん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 、うん、口の中痛くなってくるわ。うん、
辛っ。これちょっとさっきからむせてますけど結構辛いです。喉にきますか。染みますね。大丈夫すぐやばいっす。今までで一番辛いっすね。マジですか。はい、めっちゃ辛いっす。あ、でもペヤングぐらいですかね。激辛ペヤング。うん、めっちゃ辛いっすね。うん、まずいからね。やばいっす。マジ早い。いやこれきつい。いや、あの全然まだ食べてても大丈夫です。いや食べたかったらやばいっす。まだちょっとありますけど。結構食ったよ。結構食ったっす。解決抜きでこれ食べきったら1万円あげりますって言ったら食べきれます1万でこれ。いや別に実際はあげないっすよ。もう勝負はしますから。結構きついっすよ。マジですか。やめておきましょう。じゃあやばいっす。ドクターストップで。ドクターストップで、はい、いやティッシュがえぐい。ほんと抜いた後みたいになってる。やばい。何したやばい。変態だな。残念ながらシュウヤさんチャレンジ失敗ということで、1万円お預けということでね。食べれば食べるほどあの強くなりますんで、はい、あの痛みに強くなるんで。確かに麻痺してきます。はい、こんな感じでね、あの日々ちょっと辛い料理を食べていただいて、はい、ぜひね、また、リベンジしていただければと思いますので、はい、いやーいやー、あー涼しい、あ気持ちいい。いやーガチきつい。あー水風呂入ったみたい。はい、あーじゃあシュウヤさん寒いっすか。寒いっす。いやあの汗かいたんで、汗拭いてきついっすよ、はい、サウナ以上に汗かいたっす。あのお腹が痛くなったら牛乳飲んでください。はい、はい、じゃあお気をつけて、はい、ありがとうございました。じゃあ握手、ごめんなさい、握手します、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。またお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。バイバイ。渋谷編ということで激辛勝負していきたいかなと思います。営業やってます。どうしたんだろう。マジで遊びに来てます、はい、1万円もらったら何に使いますか。あちょっと遊びに行きます。超辛いです。お腹痛くなってきました。